プチ・ニコラは2009年のフランスのコメディ映画。監督はローラン・ティラール、出演はマキシム・ゴダールとバレリー・ル・メルシェ、カド・メラッドなど。フランスで長年愛読され続けている国民的人気絵本、プチ・ニコラを実写映画化したファミリー映画。2014年には主演をマテオ・ボワスリエに変更した続編、プチ・ニコラ最強の夏休みが公開された。 1960年代のパリ。優しい両親と個性的な仲間たちと幸せに暮らしている小学生ニコラは、ある日、両親の素振りから弟が生まれると思い込んでしまう。両親の愛情が弟に独り占めされて、自分は森に捨てられてしまうと不安になったニコラは、仲間に相談し、両親の機嫌を取ろうと頑張るが、なかなかうまくはいかない。 そこで弟が生まれたらギャングにさらってもらおうと考えたニコラたちはギャングへの依頼料を稼ごうとする。ニコラ役のマキシム・ゴダール出演者たちロッテントマトズによれば10件の評論のうち60%に当たる6件が高く評価しており平均して10点満点中5.78点を得ている。アロシネによればフランスの26のメディアによる 評価の平均点は5点満点中に、発展である。ありがとうございます。